まあ、さっきね、10分超えちゃったからだけど、まあ、もうちょっと話したら、なんか、ユリウス・カエサルっていうのは実はじゃあ、新しい、シャア、新しいカイザー、新しいツァーリって見てわかるやろ。ユリウス・カエサル。ユリウスは新しい、シンクローって言うやっぱり。ジュリー、紛らわしいやろ。ジュリーはユリアじゃないねん。ただ、アニメの、その、北斗の拳は、ジュリーの方がユリアっぽい、イメージあるよね。でも、まあ、元利作戦みたいなものでね、それはね。北斗の拳を書き合うときも、よう作家さん、名前ないだから。紛らわせて、作家さんが向き合ったわ。めっちゃ取材してきやった、あの先生だけは。で、どこカムフラしましょうか。その時はカムフラってことをね、今回の人生初めて覚えたその先生から。どこをカムフラしましょうかって。で、やってきやるときもカンバーってやってきて。カムフラビール飲みたいな、カンフルビールとかなのか、そんな話ばっかりよくわからんかった意味がね。もう今日、いや、ビール飲んできたんでフラフラですって。じゃあ、さあさあ打ち合わせしましょうかって、ね。名前何やったか出てけへん。魔術式やね。これ名前出てけへん場合ね。名前消して出させやしない、こんなタイミングでみたいな。朝のよくあるかな、みんなに。ど忘れ系のね、謎。さて、それを置いといて、まあ、ユールがもともと新しいって意味だったし、何にとってって、まあ、恵みから見たらね、うちは言う、確かに、ニュー恵みやから。で、だから、ニューメグミイコール稽古って言い方もあるやろ。じゃあ、ほんなら言うとね、補助層の小田原城っていうのは何を意識していたか、とかね。どう思う？あれは、ハプスブルグっていうのは鷹の巣城って意味だけど、とかね。で、その、鷹たがい場でも、浅野が今預かってる紋章ね、あるの、あれと、オーディンのロキに捕らえたね、オーディンの鷹の羽。なんだろう。それは、言った数字は、別にオーディン家の紋章で3じゃないけど、内側かかると3になるだけだけどね。三つ名前ね。じゃあ、鷹羽は4なのか、それとも10なのかな、関数字ならね。とかね。いろいろと、そういう魔法がね、施されてあるんですよ。日本の。あまたあるお家の家紋はそういう秘密だらけなんですよ。どの家の家紋も実は楽しくなった急に。じゃあ次ね、まあ、三好のっていうのは実は島左近であった、冷泉清姫だった。しかも救出されたばっかりで松尾大社に預かってもらった。つまりね、おのおの形のね、松尾大社におったんだ。岐阜城、稲葉山城にはおらんかったし、清須にもおらんかった。松尾大社で療養中やった。ひどい目にあったからね。そのひどい目に遭わせたのが、その明智光秀っていう名前を継承した明智光秀は、ね、物の目の古屋が使わせてる。キラキラネームの石品から。どんどん別のやつが名乗っていくわけですよ。ちょっとマリオっぽいやろ、この手。これまあ皆さんもなんか、寸芸で使ってください。これマリオの帽子っぽいでしょ、この手の形。まあ、それ置いといて。分かったかな。だからカニサイゾーとかね、斎藤リゾーとかね、その辺ひどい目にあって、まあ、そのカニサイゾー、斎藤リゾーが明智光秀の名前を継承するやいなや、天皇さんの戦いをやめたけどね。まあその近くに松尾大社がまたあるね、天皇さんの近くにね。まあまあそれ置いといて、そのカニサイゾー、要するに斎藤リゾーを防ぐために松尾大社の宮司斎藤家から紛らわしい名前で斎藤道三っていうのを配置したって言い方もできるね。その斎藤道三はどんな顔やったかっていうのをね、まあ置いといて、わざと北条宗に似せて書いてるんですかっていうようなこともまあ置いといて、北条宗雲の顔とじゃ石田三成の顔と似てるんですかって話はまあ置いといて、石田三成の紋章っていうか、あれはともかく本来の紋章はね、立花紋
立花の諸影家誰がって蟹沢悦子の斎藤理蔵っていう漢方の今漢方医中国人やね蟹沢悦子。まあ蟹っていうのは昔から中国人がね入植してる場所で、ね、隣の町。まあまあ最初のイベントでしょ、あの島佐君が拉致されて行方不明になった事件、そして明智光秀がそれを救出した。明智光秀だと、まあ、実は伊藤これ光って人で、ね、まあこれ通ってなのと、その伊藤これ光が明智光秀って名前を襲名してるときはそれはもちろんこれ通ですよと、伊藤ですよって意味、ね、そういう意味ですよね。じゃあそのこれ胸って何ですか、まあようわからないな。それならな、一体何を言いたいやろと思う。な、そうですよ。もうなかったと関係あんのとかね。それとも、衣服、要するに、北方系の服装と関係あるんですか、まあ、爪入りとかのね、先祖の形態である、あの服ね。でも、そのこれで胸って何やろな、ってね。服屋さんみたいなね。で、これと、って何って。え、胸当たりすぎないとか言いたいとか、その、肩びらの辻とかもあるけどね、京都にはね。あくも中国人が要入植しとったんとかしね、片びらの辻はね。で、片びらっていうのは呉服系じゃなくてね、衣服系ってわかるよね。戦国時代入った服ね。まあまあ、それ置いといてさ、安土城の話やけど。安土城の話はもうリークしたでしょ。ともかくね、あくね、蚊が多くてね、もちろんガマガエルも多かったわけやけど。とにかくたまらんうるさい蚊一種類やって。で、湖、湖畔言うてもね、温帯のね、ビアッのポワンってね、大ごとの締め切ったホテルになるともかくしさ。で、安土城でみんな、もう株暮れになっててね、何がおしゃれやでって、もう、家来たちょこっとってね。しかもね、魚料理食べ放題って、それ粉でしょ、ほとんど。それで料理したわけやん、かけちみつ、みついでて船料理得意やったから。めっちゃ自信満々で出して、で、おたかしんだ、うまうまって食べて、すごいわけちって、どうやってこんだけ船料理うまできるねんって。みんなガツガツ食ってんけど、おたの分中だけ、うえってなってて、くさ、うっ、うって。で、なや、腐ってるやんないから言いがかりつけよって、信長が。ほんで、ちゃんとした魚取り寄せろよって、結局。で、庭が証拠となしに、伊勢湾から海の魚運ばせて。バカバカしい。そんな本性もいらんわってなってね。誰もおらんかって。織田信長も一人でポツンと寂しくおるわけにいかんやろ。株暮れになるし。大人の締め切ったホテルちゃうしさ。おしゃれじゃなかった。実は。しかも、そこで、古墳っていうか、安土っていうか土安いか、ハニ安いやね、もともとあんこ。で、お墓やな、あんこ。墓地や、集団墓地や、ね。ま、それは人種の裏も関係ある集団墓地で。で、細切れになった天武天皇と、持統天皇二人とも細切れにされてるけど。そんなんもおるし。そういう呪われた場所やのにさ。だから、友達のお水取りもね、あの、琵琶湖から取るでしょ、まあ、君寺じゃなかった石山寺とか、まあ、どう忘れた比叡神社。どっからかお水取りするでしょ、そんなも関係あんね。ね、天武寺統が、その、ハニヤスに埋まってるから、細切れになってる。そんな呪われた場所にしかも城を作ってるやろ。しかも、カブクレでガマガエルしか、その、なんか大合唱やろ。で、船料理しかない。やろ。まあ、琵琶湖も場所によってはね、いろんな魚おるでしょうけど、あの位置はね、船のその天国がね、